パリの通り、雨は画家ギュスターブ・カイユボットが1877年に制作した油彩画であり代表作の一つ。モスク通りから見たデュブラン広場。パリの街を歩くブルジョワ階級の情景を描いた作品である。描かれている場所はサンラザール駅の近くでジョルジュ・オスマンのパリ改造で道路が新たに引かれた地域である。カイユボットはこの近くで生まれ育ったが、 当初は細く曲がりくねった路地や坂が走っていた。この地域に大きな街路が整備され、パリの街並みが変貌を遂げていく時期であった。登場人物は最新のファッションに身を包んでいる。作品のサイズが大きいため、人物はほぼ等身大で描かれている。完成度の高い表面の仕上げ、厳密な遠近法、大きなスケールはサロンとパリを支配していた伝統的な アカデミズム絵画に慣れた監修には受け入れられやすかった。しかし、同時に非対象の構図、画面の思い切った切り取り方、雨の雰囲気、現代的な主題といった点で従来にない革新性を備えている。この作品は1877年の第3回印象派グループ展に出品された。1876年の第2回展直後から、 第三回転のために準備していた作品であると思われる。同じ展示室には本作と同じヨーロッパ地区を描いたカイユボットのヨーロッパ橋の他にクロード・モネのサンラザール駅連作も展示され場所的に近い作品が並べられた。しかしモネのサンラザール駅が大胆な筆色による印象主義的な作品であるのに対しカイユボットの作品は 完成度の高い仕上げを用いており、画風としては異質であった。1894年に海ユボットが亡くなると、弟、マルシャル海ユボットら遺族がこれを相続した。1954年、ニューヨークのウォルター・ピー・クライスラー・ジュニアが購入し、1964年、ウィルデンシュタイン社が購入、同年シカゴ美術館が取得して、現在に至る。ありがとうございます。